こんばんは、ペケです。今回は2020年9月22日に千葉県の長生村、長生村っていうんですかね。あと茂原市で発生した2件の事件について、皆さんと一緒に現場から考えていけたらなと思います。今私が歩いているのが千葉 JR 外房線八海駅の近くなんですけども、左側が線路になっていて、カン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 踏切の音が聞こえると思います。まあ、すぐそこの左側が踏切なんですが、早朝の4時にここで乗用車が立ち往生していたと。で、近隣住民が、まあ、電車とぶつかることも懸念して中に声をかけるんですけども、応答はなかったと。で、そしてすぐに緊急停止ボタンを押しています。で、その後警察に通報して警察が到着しているんですが、まあ、中に乗っていたのが40代の男性で、頭から血を流していたと。で、この頭の傷がですね、拳銃で撃たれたようなものだったと、跡だったと言われています。で、車内から拳銃が発見されていて、フロントガラスが内側から割られていたということです。今電車が通ってますが、まあ、あんまり広い踏切じゃないですよね。車がすれ違えるかすれ違えないかの狭い踏切です。のどかな感じですし。で、そしてですね、この男性が乗っていた車が、県外ナンバーだったということで、結構この場所が分かりにくい場所だったので、もしかしたらここの地元に詳しい人とかの可能性もありますよね。まあ、何かしら土地勘があったと。今私がいるところで車が発見されたようですね。この踏切の線路の中で車が止まっていたと。もし電車とぶつかっていたらね、大惨事なので、一つ不幸中の幸いだったのかもしれません。そして次がですね、今私が走っているのが国道128号線になります。千葉県茂原市の腰当てっていう場所なんですけども、今この見えているのが腰当ての十字路、信号、交差点になります。で、ここをまあ右折して少し入っていくと田んぼが広がっているんですが、ここで同じ日、同じ9月22日の早朝6時か6時半に女性が倒れているのが発見されています。で、この女性もですね、拳銃で撃たれた跡がありまして、先ほどの線路から、線路の場所から踏切の場所から7.5キロほどの距離なんですね。なので同じ日に近い場所で、2人の人が、まあ、拳銃によって亡くなっているということです。まあ、昼間なんで車通りも結構ありますし、まあ、山、まあ、林、森が広がっていると言っても住宅地もちゃんとある感じです、イメージですね。で、ここからまたさらに左に曲がっていくんですが、少し道が細くなります。まあ、背の高い草はあるんですが、右側なんかアパートもまだ新しい印象ですし、住宅地もある感じですね。まあ、確かに道は狭いですが、で、この先に田んぼが広がっていると。で、こう散歩してる人なのか、まあ、現場見に来た人なのか、全く何もないわけではないですよね。で、この先を左に曲がったところがもう現場なんですけども、私がこの撮影してる日が、事件のあった当日なので、今散歩してますね。現場見に来てるのかな。事件のあった当日なので、ちょっとテレビのカメラも入っているみたいなんですね。なんでちょっと迷惑かけてお邪魔するような形になっちゃったんですけども、で、右側がアパートか、まあ、住宅がありますよね。で、人も、まあ、当日っていうことで人も結構来ていますね。あとカメラも入っているってことで、本当申し訳ないです。で、今見えている、この先はね、また国道に出れるんですけども、左側に電柱、電信柱が立っていて、で、右側にカメラの三脚が見えます。もしかしたらモザイクかかっちゃってるかもしれないんですが、で、そのちょうど向かい、左側のこの林という、まで行かないぐらいですね、田んぼと道路の間、田んぼと道の間の側溝のところに入っている草のところに、女性が倒れていたと。なので多分散歩をしている時に、誰かが、近隣の人が散歩している時に発見しているんだと思います。あ、本当に申し訳ないですね。多分チェックしてたんだと思うんですが、本当に申し訳ない。ちょっと今草が倒れていたんですが、まあ、この先行くとまた国道になります。で、ちょっとこの場所少し歩けたらなと思いますので、ちょっと次行ってみようと思います。
今私が車から出てきたところから今度は逆に歩いていこうと思います。まあ、国道結構車通りも激しく店舗もありますよね。中古車屋さんとか飲食店とか車通りも激しい交通量のある感じです。で、側溝がまあちょっと流れていて、ただこう一本入ると国道の明かりぐらいしかなさそうな感じです、夜は。ただ、まあ、のどかなんですけど、まあ、住宅地もポツポツあるかなという印象で、まあ林っていうほどじゃないですよね。まあ両脇に確かに田んぼが広がっているんですが、まあ側溝もちょっとうっすらと見えていて、こんな感じですね。まあ隠すような場所じゃないかなと思います。で、これがちょっと何かわからないんですけども、なんか液体のようなものが垂れたような跡が残っていて、まあまだ新しいのかなと思います。で、この電信柱、電柱のすぐ先の右側ですね。あ、このもう一個先ですかね。ちょっと背の高い草があると思うんですが、まあ、その辺りで発見されたようです。まあ、林までは行かないですね。隠そうっていう感じではないイメージですね。で、この右側にですね、少し草がこう、倒れてる、潰れてるところがあるんですけども、もうこの日にここで発見されたということです。まあ、隠そうっていう感じじゃ本当にないと思います。あとですね、警察とか、あと緊急隊が、救急隊が、踏み荒らしてる可能性もあるので、もっとまあ見えにくかったとは思うんですけども、なんかちょっと液体もついてるますね。まあ、住宅地でもあるので、発見されやすいんじゃないかなと思います。人の歩きも結構あるんじゃないですかね。国道からすぐ入った場所ですので。で、この2件の事件が、やっぱり何か関係しているのじゃないかなと思われています。で、まあ、一般人がなかなか拳銃っていうのは手に入れられないんですけども、今考えられているのが、男性が、まあ、女性をトラブルで、殺めたと。そして自らも立ったと考えられているんですが、第三者による犯行というのも十分考えられると思います。考察動画も出しますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。ペキでした。